千代田区九段北にある靖国神社に参拝に行きましょう。宗教的にあるいは永久戦犯が合祀されているから、そして占領軍 GHQ の占領政策による歪められた歴史教育から抜け出すことのできないでいる方もおられるかとは思います。こだわりのある方は靖国神社に足を運ぶだけでもね、よろしいかと思います。先の大戦では多くの国民が兵士となり、この私たち日本国を守るがために多くの兵士が命を捧げていただいたのです。この時皆々が靖国で会うことを約束し出陣したのです。死者との約束、まさに皆さん、死者との約束を取り消すことはできないのです。今私たちの命だけではありません。2000年からなる歴史の上に私たちの命がここにあるのです。先の大戦で私たち日本国のために命を捧げた、これは紛れもない事実です。この人たちに対し国家のために一命を捧げられた皆々に慰霊と敬称、これなくして我が日本国はここに存在する意義がありません。国民の皆さん、靖国神社に参拝しましょう。全国各地それぞれの地域にある護国神社に参拝に行きましょう。今日は自衛隊発足後は自衛隊の皆さんでね、公務によって亡くなられた方々も祀られるようになりました。全国各地それぞれの地域にある護国神社にそれぞれの皆さん参拝いたしましょう。そして千鳥ヶ淵戦没者墓苑にも参拝いたしましょう。千鳥ヶ淵戦没者墓苑は先の大戦で国外で死亡した軍人軍属民間人の遺骨のうち身元不明や引き取り手のない遺骨を安置しております。どのような政権になっても、あるいはどのような主義主張になっても、私たち国民はこの日本で生まれて日本で育ってきたのです。2000年からなる歴史と伝統に基づいたこの日本国で生きているのです。皆さん、これは私たちのこの場の一存で靖国がいらないだろうね、永久戦犯更新してるからだろう、このようなことを言ってはなりません。私たちのお父さんおじいちゃん、命を懸けてこの日本国を守ったのです。この英霊に対し慰霊検証をしましょう。これによって平和国家建設への道が開けるでしょう。そして自主独立が叶うのではないでしょうか。皆さん、靖国神社に参拝しましょう。護国神社に参拝しましょう。千鳥ヶ淵戦没者墓苑に参拝しましょう。